皆さんこんにちは、モレノです。本日はショーダウンロカテッリについてレビューしていきます。トリノダービーをフィーチャーした一戦になりまして、ロカテッリが作成コスト75,000、サナブリアが4万コインになります。5万コインかな。サナブリアに関しましてはレビューはしないです。非常に普通のカードなのかなと思います。個人的には逆足5かスキル5を上げてもう少し値段設定高くしても良かったんじゃないかなと思います。で、実際トリノとユベントス両チームとも8位9位になりますが、ユーベに関しましては今年勝ち点が15剥奪されておりますので、まあ実際の順位は8位になりますが、奪っている勝ち点的には47になって、まあ2位のインテルだったり AC ミランとそこまで変わらないので、オッズ的にはユーベが圧倒的優位にはなりますので、基本的にはユーベが勝つだろうというのが大方の予想かなと思われます。で、ロカテリに関しましては身長185センチ、ミディアムハイワークレートの右利きの逆足4スキル3になります。ミディハイの選手で、まあ比較するならビエラであったりカゼミロといった守備的なボランチをやらせるタスクになります。センターミッド CDM ですね。で、今回シャドウつけていきます。能力値は悪くないかなとは思うんですが、どうしてもロカテッリ身長があってボディタイプはあまり良くない選手なのでドリブルができないと思うんですよ。なので割と 4-2-3-1 の2ボランチというよりも 4-1-2-1-2 のアンカーというポジションで起用していきたいかなと思っております。で、パレスはまあペース9大点かなと思うんですけど、今のメタを考えるとやっぱり CDM の選手でも83-4ぐらいはできれば元から欲しいかなと思いますので、少し物足りないですね。ただ他のスタッツはそこまで、まあ、弱いなと思うものもなくて、意外とシュート能力があったり、ディフェンス能力87というのは中盤の選手はかなり高い数値になっております。で、実際プラス2のアップグレが来たらフリットギャングと呼ばれる全スタッツ80以上いきますし、でなおかつ、まあ、フィジカル、守備、パスっていうのはトップメタに近い能力値を持った選手になるのではないかなと思います。で、今回使っていくチームこちらです。まあ今週に関しましてはそれこそ、まあ、バレッラがいますし、僕はトレフカバレッラがいるので、まあ、できればこの2ボランチっていうのは非常に相性もいいと思いますし、まあ、あとはクアドラード、このカード意外とケミ難民だなと思うことが多くて使えないんですけど、やっぱり強いですね。右サイドバックとしては本当にトップメタの選手だなと思います。あとはキエーザであったり、まあ本当にいろんな選手いると思うので、意外といなかったユーベのイタリア人ケミ、あのファジオーリが来てましたけど、まあちょっと使いづらい選手ではあるので、そこを補ってくれるのがこのロカテッリなのかなと思います。使っていくポジション 4-2-3-1 のボランチ、2枚の中盤の時の守備的な方ですね。あとは 4-1-2-1-2 のアンカーです。もう本当に中盤の底、守備だけをやらせるっていう2ポジションを見ていきたいなと思います。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がロカテッリです。ドリブル一見悪くなく見えるんですが、かなり重いです。まあソレールと比べても重いですし、もう本当にドリブルはできるだけしない方がいいなと思いました。そのレベルだったと思います。現状のゲームプレイでハイプレスをかけられた時に、この選手、このロカテッリのドリブルスタッツだとかなり厳しいものがあるなと思いました。で、まず 4-4-2 のボランチとして起用していきました。ここをサイドで、まあ、テリエから奪われて、ロカテッリがこの位置で、まあ、守備能力というものに関しましてはすごく良かったです。やはり守備スタッツがシャドウをつけることによって95近辺まで行く選手になりますので、守備的には全く問題なかったです。ただし、展開ですね。まあ、ここを無理やりドリブル突破していきましたが、基本的にこの選手でドリブルはおすすめしないです。本当に重いなと思っていて、まあ、いかにそのパスをしながら攻撃を組み立てるかが重要にはなってくるんですが、どうしてもここまでドリブルが重いと、まあ、本当に一歩間違えれば相手に決定的なチャンスを渡してしまうので、でそうなった時に 4-4-2 の、まあ、ボランチっていうのは守備的でありながらも、まあ、ある程度展開能力っていうものが求められるポジションになってくる。パス能力だけではなくてビルドアップできる能力っていうのが求められる中、このロカゼッリっていうのは
もう僕はこれ失格だなと思うレベルの選手でしたね。全く、何でしょう、守備的にもそこまで良かったんですけど、何でしょう、目立たなかったですし、あ、ここの選手ではないのかなと思いました。で、途中から 4-1-2-1-2 のアンカーというポジションに起用してきました。ここら辺まだ 4-4-2 ですけど、やっぱこのシーンとか、もう精一杯なんですよ。あそこもう少しドリブルいい選手であれば、それこそソレールとかであれば、まあちょっとタイプは違うんですけど、ドリブルで一歩かわして、その後にもう一ムーブできる選手なので、まあここのシーン、引っかかるシーンだったり、もうギリギリのシーンが多いので、できればそういうものはしないであげる方がいいのかなと思いました。ただ、パス能力っていうのは本当に良かったですね。こういうシーンですね。もうここで取られてしまうと、まあ点は取られはしなかったものの、決定機につながっちゃいますからね。そこは本当に気をつけたいポイントかなと思います。この選手を使う上で。ただここら辺の守備能力っていうのは素晴らしいですね。で、次の試合ぐらいから 4-1-2-1-2 を本格的に使い始めまして、 4-1-2-1-2 のロカデッリはもう別人でしたね。素晴らしかったです。今のシーンとかもドリブルですね。あの本当に 4-1-2-1-2 のポジションで 4-4-2 のセンターミッドとセンターミッドだったり CDM と何が違うかというと、攻撃っていう要素がゼロでいいんですよ。で、まあ、ビルドアップは多少参加するものの、どちらかというと、右と左にも選手がいるおかげで、ドリブルっていうのはしなくていいんですよね。あの、本当にもう彼自身のパス能力、ボールを中央でもらってパスをしていくだけのポジションになるので、もうまさにこのロカテッリの庭だなと思いました。で、彼、まあ、視野とショートパスっていうのが非常に高い選手ではあるので、R1 で強めのパス出してもバンバン通りますし、まあ、この位置ですね。この位置でもうロカデリいるだけで、周りの選手が動いてさえくれれば、決定的なチャンスを、決定的なパスを通せる選手なので、すごく良かったですね。もう本当にドリブルというよりは、自分で試合を作る。あのアンカーの位置に、かつてのピロロみたいな役割をさせれば、このロカデリは本当に、本当に躍動してましたね。なので途中から 4-1-2-1-2 が面白いぐらいハマってましたね、このロカテッリを中盤の底に置いて。まあこれに関しては、まあ、ビエラだったりカゼミロにも同じことは言えると思うんですが、やはり 4-4-2 は守備的でありながらもある程度ドリブルできたり展開できる選手が合ってるので、まあそこはもう適性という問題だと思います。では最後、ロカテッリまとめていきます。現在の価格が7万6000コインになります。値段的にはすごくいい SBC だなと思います。ただ、やはりドリブル能力が、まあ、スタッツ上はなくはないんですけど、どうしても185センチハイアベレージプラスの選手なので、現在のメタを考えると、できればドリブルはしたくないです。もう本当にさせない方がいいっていうぐらいの選手なのかなと思いました。で、そうなった時に 4-4-2 のボランチ守備的だったとしても、この選手の展開能力、ドリブル能力っていうのはかなり足を引っ張った印象を受けました。ただし 4-1-2-1-2 だったり、まあ、4-3-3 アンカーというポジションに置いた場合、もう本当に別人のように生まれ変わって躍動していて、素晴らしいあのポジションだなと思いました。本当に適性がある選手だなと思いました。なので、もう使い方次第だと思います。ただ、全体的にこの選手はプラス2は絶対に欲しいなと思いました。まあ、4-1-2-1-2 で使っている場合でも、まあ、多少ドリブルできた方が、できるに越したことはないので、ってなった時に、やっぱりここのドリブルを最大限上げてあげる。で、なおかつペースだったり、まあ、他の要素も上げてあげると、なおいいカードにはなるのかなと思いました。悪くはないんですけど、どうしてもドリブルが足りない分、物足りなさであったり、まあ、使い方が限定されるカードの選手なのかなと思いました。で、今回シャドウつけていきましたが、基本的にはシャドウでいいと思います。まあ、長いがもともとあればもっと良かったとは思うんですけど、まあ、ないので、でわざわざ長いにする必要性ありますかっていうと、いや、ここのディフェンススタッツの方が彼のタイプ的には重要なので、まあ、割とシャドウをつけるのか、もしくは、どうしてもこのドリブル厳しいなと思ったら、グラディエーターではなくて、ガーディアン
で、ドリブルスタッツとディフェンススタッツを上げてあげてもいいかもしれない。スペースを捨てて、もう本当に中盤の底であれば、そこまでスピード的に必要な場面って少ないので、まあこれでもいいと思います。ただまあ基本的にはシャドウでいいかなと思います。で、まあ実際アップグレードしたらこのような感じにはなりますが、そこまで、なんでしょう、劇的に変わることはあまり感じないのかなと思います。まあドリブルがそれこそ4とか5上がってくれば結構変わってくるとは思うんですけど、まあちょっとね、ドリブルがあまりにも重すぎるので、まあそこをどう活かせるかだと思います。で、まあ実際セリエ、中盤の底をやれる選手って、まあ意外といなくて、で、特にまあ、442の場合は、まあワークレートはそこまで守備的に置く場合はそこまで気にしなくてはいいと思うんですけど、特に中盤、アンカーで置く場合には、ミディアムハイだったり、ローハイっていうのが本当に鍵だなと思っていて、もしこのサンドロ隣を持っていたら、このカードは変える必要性ないと思います。相手にって素晴らしいですし、守備能力もありますし、まあ実際アップグレードしたとしても、ロカデッリかこのカードに追いつけるかって言われたら、なんとも言えないのかなと思います。で、逆に他の選手であれば、僕はロカデッリの上だと思いますので、まあセリエ A で特にアンカーをやれる選手っていうのをお探しの方であれば、まあぜひこのロカテリっていう選手は置いときたい選手なのかなと思います。作っておきたい選手なのかなと思います。作戦こそそこまで高くないですしね。で、まあ実際に他の選手そこでできるのは、まあブロゾビッチとかはできますが、やっぱりアンカーってなった時に、まあワークレートが僕はとてもつもなく重要だと思うので、僕はロカテリ派ですかね。まあファジオリとかもいますけど、まあ守備的な安定感をもたらせるのは守備的な選手だなと思いますので、まあぜひね、そこに入る方はぜひ作ってみてください。まあ勝つ可能性も高いですし、まあ大化けとはいかないものの使えるカードには確実になるのかなと思いますという感じになります。で、ソレールアップグレード来ましたね。まだセバージョスとモリーナは使っていないのですが、ソレールは若干使えました。結構変わってますね。で、まあ、特にスピードの2っていうのが大きな部分かなと思っていて、全体的に上がっていて、もう本当にこのアップグレード前の状態であれば、どうしても組み合わせ要因で入れていたものの、まあ、今の段階でこのカードがじゃあ市場に出たとき、少なくとも5、60万は絶対にしてるカードになりますので、まあ、作ってよかったかなと思います。で、シャドウから僕エンジンに変えております。で、どうしてもソレールって、ソレール自身もドリブルがすごい、いい選手ではないので、ここのエンジンでドリブル上げた方が僕は良かったのかなと思います。地味に守備スタッツはフィジカルがある分このままで守れるんですよ。もちろんロカテッリみたいな役割ではなくて、まあ攻守に躍動できるセンターミッドであったり CDM というポジションが適正だと思うんですが、かなり良くはなってたなと思います。セバージョスのプラス2が見たかったですね、僕は。このカードすごい、この今週出たカードの中で一番好きなカードは誰ですかって言ったらセバージョスなんですよ。セバージョスがアップグレード前の使用感が一番良かったなと思うので、まあ、やっぱりドリブルができて攻守に貢献できて意外と守れたっていうのもあるんで、で 4-4 で、まあ、本当にいい選手だったんで、まあ、ちょっとプラス1が来てどこかのタイミングで触りたいなと思いますという感じで終えていきます。まあバレットアップグレードするとはいえ、この能力差を見ると、まあ、セバージョスも実際市場に出てたら3、40万してもおかしくはないのかなと思います。で、次がブンデス来るみたいなので、まあ、しばらくはね、商談やれるだけやりたいなと。あと、サナブリア少しお話しましょうか。サナブリアちょっともう、全然人気がなさすぎて、あれ、49番目。昨日出た SBC が49番目は異例ですね。このカードはちょっと特徴がなさすぎて、決して弱くはないと思うんですよ。181センチのアベレージのボディタイプで、ハイミディで、まあ、スタッツも全体的に悪くないので、ポジショニング99、フィニッシング99であったり、いいカードではあると思いますし、扱いやすいカードではあると思うんですけど、いくらでも代わりはいそうなカードかなっていうのが一個思うところではございます。ね、まあ、それこそラスパドリ、まあ、ラスパドリとかちょっと高いのでね、で、まあ実際このサナブリアがアップグレード濃厚であれば僕は作ってもいいかなと思うんですけど、ちょっと厳しいところもあるので、まあ無理に作る選手ではないのかなと思います。もうちょいこれといった特徴が欲しかったですね。という感じになります。何か質問などございましたらいつでもお待ちしております。ではまた。